こんにちは、密着記録へようこそ。2022年2月21日昼、ユタ州ソルトレイクシティ警察はある通報がを受けた。ある黒人男性がマクドナルドでビッグマックセットを注文したが、違う商品を渡されて注文カウンターに戻り、従業員と口論になり、そして銃を抜いて従業員に向け作り直すように要求した。従業員は男に注文の品を待ってほしいと伝えた上で警察にすぐ通報した。数名の警察官がすぐに現場に駆けつけた。男性警察官のボディカメラを見てみましょう。 Open your window. Open the door. Open the door. Okay. Open the door. Real slow. 男は車の中で待っていたが、警察官を見てすぐ銃を後部座席に隠した。Okay, put down your phone. Put down your phone. With the right hand, open the door. With the right hand, open the door. Open the door. Open your door. Come on out. Come on out. Hold on, I got my... Hold on. Get out! Get out! Get out of the car! Get out! 警察官は容疑者を車から引きずり出し、手錠をかけた。現場は安全だと誰もが思ったとき、突然車内から銃声が聞こえた。また女性警察官のボディカメラを見てみましょう。容疑者の子供2人が後ろに座っているのが見える。この時警察官が車内に銃を向けているのがわかる。数秒前、容疑者の4歳の息子は後部座席に隠していた銃を持ち上げ、近くの警官に向けた。警察官は相手が発砲しようとした時、手で銃を払いのけた。弾丸は警察官の頭の上を飛び越し、レストランの日よけに当たった。ブルー、ブルー。Gotcha. Kids are in the car, kids are in the car. Pull out the gun and hold it.Where's he hit? Nobody's hit. Nobody's hit? You alright? その後、警察官は発砲したのが子供であることが分かったため、反撃しなかった。また、同僚に撃つな、と叫んで警告し、事件後、彼も警察署から表彰された。女性警察官は子供たちを車から降ろし、レストランに連れて行った。容疑者の息子は警察官に、僕は父の銃を手に取り警察官に発砲した。これでパパはやりたいことを自由にできるようになったと話した。最後に店内にいたお客様が携帯で撮影した映像を見てみましょう。その後、27歳の容疑者ジョンソンは育児ネグレクトの罪と暴行罪の2つの重罪で起訴されたことが分かった。最終的に彼は4ヶ月の禁錮刑、執行猶予3年の判決を言い渡された。この間、彼は電子足輪の装着が義務付けられ、定期的にメンタルヘルスの評価を受け、アンガーマネジメントや子育て教室に通うことになった。この4歳の男の子が銃を手にしたのはこれが初めてではなかった。ジョンソン容疑者は以前、子供に武器の使い方を教え、誰に銃を撃つべきかを教えていた。事件当時、2人の子供は母親に預けられていたはずだが、なぜかそうにはならなかった。保安官のロジー・リベラは次のように語った。発砲したのが4歳の子供だったことで、私たちにとって悲しい一日でした。こんなことがないように、我々は問題の解決策を乱す必要がある。